こんばんは。昨日よりさ、昨日っていうか昨日か なんか白飛び減ってません？白飛び感なんでなんやろ。まあいっか、いいことだ。角度の問題かな。まだね、なんか皆さんのコメントも見えるしね、星もたま何ピョンピョンって飛んできてるんですけどね、人数がね0人になってるの、上のわかるかな、このここにあるやつ、人ここにあるやつ、あなた413人、0からも一気に増えた、ありがとうございます。皆さん来てくださってありがとうございます。今日は見て、でん、相棒見て、相棒光ってる、相棒が光ってるよ。スクショタイム、相棒が光ってる記念に。ね、相棒が光集めてくれる、これほらほら見て、光ってる、この辺も光ってる、ほら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 、これ皆さんも画面で変わってる？ほらほらほら、もう後ろのさ、この色が違うくない？ほらほら、ほい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 、これみんなもなってるんかな？だよね、なってるよね、すごくない？ こんなことしてたら配信時間終わっちゃうわ。相棒、まだ名前のない相棒。前ね、お仕事でいただいたの。Yes, I do。レフ板。レフ板。レフ板。はい、ということで今日は明日がとても早起きなため、前回ほどじゃないです、4時起きまではいかないですけど、明日も早起きなので今日は12時ぴったりまで、この配信が終了ってなるまでやりたいと思います。 Yes、 早速1日1投票しようと思ったけどね、皆さんにね見てほしいものがある、ちょっと待って、私の待ち受け、ゆうかさん かわいい、見える？あ、ゆうかさん待ち受けって、これ待ち受け、かわいいでしょ？なんか私の携帯の待ち受けはなんか基本 iPhone の初期設定か、ゆうかたんか、あゆか。あ、でもな、りょうはとの写真にしてた時もあったし、比較的でも結構メンバーが多いかも。うん、かわいいやろ、ほんとに。なんかすぐ変えます、先、待ち受け。そう、今はゆうかだ。ちょっと前はりょうはとで、ちょっと前がゆあゆかで、その前はなんかロッキーの写真。うん、愛梨とかこっちゃんもなんかもう携帯ってさ、なんかこうやって押すとさ、 iPhone X の場合はなんか上げるだけでつくんですけど、なんかテンション上がる、推しメンっていうか好きな子がここにいるだけで可愛い、頑張ろうって思えるから。待ち受けにしてます。イエーイ。あ、でも皆さん結構待ち受け私って方多くてすごい嬉しい。ありがとうございます。イエーイ。では、
ちょっと寄り道話しましたが、今日も投票したいと思います。あれ、さっきここにやったはずのものがないぞ。あー、バグってるよ。今日は AKB48 の AKB48 のモバイルサイトから投票したいと思います。もう登録はしたんです。推しメン登録は問題です。私の AKB48 のモバイルの会になったんですけど、その推しメンは誰でしょう。 AKB48 の推しメンは誰でしょう。お、正解で溢れてる。正解はてれーん、横山由依ちゃんです。見えないね、これ。こちら見えるか。かわいい。めっちゃ迷ったの。なんか AKB48 って書いてあった時に、あ、どうしようどうしようって思って、あのやっぱ仲良くて推しメンで2人で遊びに行ったことあるのはゆいちゃんだけだから、ゆいちゃんかなと思って。でもね、エリーとかもめっちゃ悩んの、千葉エリーちゃん。だから家族の携帯でモバイル入れる時の推しメンはエリーにしようと思ってる。そう、かわいいの。なんかもうかわいい子見るだけで癒されるよね、ほんとに。ってなわけで投票したいと思います。戻ってしまった画面が。あれ、どっからだ。あれ、さっき見つけたんだけど、あった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 。トゥ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 、よし、投票するぞ。投票する。SK48 チーム K2 いた。本日もここにいます。いますね。投票、投票まで3。投票ポチッとな。でん、投票完了。よし、できた。スクショ。よし、本日も無事投票することができました。皆さんの前で投票すると勝手に自分が一緒にできてるのかなって思えるので自己満足になりますが、ここでなんか CD をいっぱい買ってブワーって投票することも考えたんですけど、なんか一票ずつの重さ、一票の愛の大きさも知っていただきたいから、皆さんの前でやるのは一票だけにしようって決めて、裏なんか配信以外のところで私もちゃんと投票作業しようと思います。以上、
あと何落としたんだっけ。あ、そう、今日ね、三つ編みにしました。今日めっちゃラフな格好しとって、あのね、なんだっけこれ、 T シャツ T シャツが出てこんかった。 T シャツ普通の T シャツで、むしろリボンなんだっけ、ちょっと見せないな。そう、 T シャツに三つ編みして、なんかちょっとそこまでみたいな感じの女の子です。ちょっと近くのコンビニ行きますみたいな、私 まあいっかなー。あー、そう、コメント欄にもあるんですけどね、三つ編みといえば舞台を思い出してくださる方も多くて、8月31日から9月の4日までやってた東京公演と、大阪の2月に大阪でやってた2公演やらせてもらった2公演なんていうの、東京公演と大阪公演両方出演させてもらった舞台の「抑えろ」っていう舞台で、私が演じていた女の子の役が、あの三つ編みをする女の子で、しかもね、その子、あの昔の特攻隊のお話の舞台だったんですけど、だからなんかおしゃれな三つ編みとかじゃなくて、もう今日みたいにきっちりみたいな、ふわふわさせないやつ。そう、これきっちりさせんやつで、今日はなんかちょっとそこまで、だからそんなふわふわしておしゃれしなくていいかなと思って、前髪もなんか適当にピピーってやって、ペペペペペペみたいな感じの今日の格好です。で、大阪公演と東京公演やらせてもらったからこそ、今愛知公演すごくやりたくて、これもね、あのコメント欄にあったんですけど、あの泣いたとか感動したよって方がすっごく多くて、もう、あ、自分自身もその舞台に出演したからこそ知れたこととか分かったこともあったから、なんかいろんな地域に行っていろんな方にこの作品見ていただきたいなって思いましたね。いつかやりたいね、舞台も出たいけど、なんかやっぱりスケジュール調整とか本当に無理してくださって、あの出演できた舞台だったので、次も難しいかもしれないけど、 SKE にいられるうちに SKE の代表として何かできることがあったらいいなって思います。めっちゃみんな膝枕って書くじゃん そう、私の演じた女の子が明代ちゃんって言うんですけど、明代ちゃんが思いを寄せてる隊員の方、その特攻隊の隊員の方のと何にを膝枕するシーンがあって、全然一人じゃなくて、これはもう見に来てくださった方は分かると思うんですけど、その方と別の方もするんですけど、それで皆さんがね、すごいそこの列があるんですけど、膝枕なんかうまく説明できないけど、それに並びたいとか膝枕されたいって言って、来世ではその思ってる相手が稲島さんって言うんですけど、稲島さんになりたいとかすごいね言ってくださってね、なんかそれを笑いに変えて言ってくださる方がすごく多くて、私は救われた、その時。なんか本当はきっと嫌だなって思う方もきっといると思うんですけど、なんか、なんだろうな、私はもちろん役としてその演技をしてるわけで、それを皆さんもなんかそう捉えてくださったり、なんだろう、変に、なんていうの、意識して言われたりすることはなかったから、それは助かったし、なんか優しいなって、やっぱ人のことを思いやってくださるのがファンの方だなって思った。そうよ。で、キスシーンとかないです、ないです。キャンセル待ちです ね。
役だからね。そう、理解してくださる、本当に私のこともね、嬉しい。普通にそう、なんかあとはなんかいろそういうねところ膝枕とかそういうシーンもあったけど、なんか最初は嫌だなとか嫉妬するっていう意見もあったんですけど、作品を見てるうちにもうそんなことはなんかそういう感情はどこかに行って、その作品自体が本当に良くて感動したとかそういう声がすっごく多くて、すごいね、なんか本当に改めて出演できてよかったなって思うし、作品の良さを私も伝えられた一人になれたのかなって思ったの、嬉しかった。ぜひ愛知公演したいなって思いますね。あともう5分ぐらいなの？よいしょ、あと3分やって、もう短いね。けど今日は早くちゃんと寝ますね。そう、家族って見てほしいね、ぜひ。家族、大切な人と見に来てほしい。そう、真面目なところね。ね、演技したい。今日あと3分だって。3分って何ができるんだろう。3分クッキング、ここではできないけど、テレレッテ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 ッのように感じる時もあるけど、やっぱすごい先輩だから。けどなんかたまにメールとかしたり、あのディズニーの話したり、好きずっと好きですね、レナさんのこと。レナさんすごいよね、大好き。いつかディズニー一緒に行きたいの。あとはレナさんの演技を直接見れる場がもし今後あるなら見に行きたいなって思う。メール交換してるよ、すごい前から、可愛がってもらってた時から。もう切れるかな、あと1分だって。リオシャン、ヒロピーさん、シゲさん、花丸さん、マッスーさん、これまで今でしか読めんかった。マック、ネイミーさん、ユウキノートさん、ハイロー、翼さん、見えない、のぞみちゃん、ま、なんだろう、見えない、ま、マチャ？マチャさんかな、わかんない。まっちゃん、たかじゅんさん、H リュウみたいな、読めない、ごめんね、本当にもう切れます。ありがとうございました、おやすみなさい。いつ切れるのかハラハラするね。いやー、見てくださってありがとうございました。明日も元気に頑張りましょう。バイバーイ、バイバーイ、ありがとう。